エスポラーダ北海道は日本の北海道札幌市をホームタウンとする日本フットサルリーグに加盟するフットサルクラブである。北海道から2009年以降の日本フットサルリーグ参加を目指し東京にてサッカースクールを経営する株式会社フィートエンターテインメントが中心となり2008年1月に設立。チーム名の エスポラーガはポルトガル語で北極性を意味するエストレラポーラーと選手を意味するソルダードの造語である。ホームスタジアムは北海道立総合体育センター。クラブ設立者の小野寺雄二はリークの代表取締役であり、リークがスポンサーを務める日本プロサッカーリーグに加盟する横浜 FC の運営会社である。 株式会社横浜フリーエスポーツクラブの元代表。2008年3月6日に北海道フットサルクラブを設立し、初代監督に元フットサル日本代表の小野寺隆彦が就任。4月19日の札幌ファクトリーアトリウムで北海道フットサルクラブのチーム発表イベントを実施し、イベントではチーム名称最終候補、監督選手発表が行われた。 5月11日に北海道フットサルリーグが開幕し、第1節 DC 朝日川 FC の対戦が初公式戦となり、5から1で公式戦初勝利を飾った。7月21日に大通公園での札幌ビアガーデンでチーム名が発表され、一般公募によりエスポラーダに決定、同時にロゴとエンブレムも発表された。クラブエンブレムには、 その意味が内包されている。10月16日に2009から10シーズンからの F リーグ参入が決定した。10月19日、マコマナイ積水ハイムアリーナでホームゲーム初有料試合を開催。11月23日に F リーグ第12節のイベントで F リーグ新規参入の挨拶などが行われた。北海道フットサルリーグでファーストステージ全勝優勝。 セカンドステージも全勝優勝で、北海道リーグ史上初のファーストセカンドの完全優勝。さらには、フットサル地域チャンピオンズリーグでも優勝を決め、2008シーズンは5冠を達成した。2009から10シーズンから F リーグに初参加。5月21日に新体制を発表され、水上、玄布都市と安倍哲也が新加入した。8月23日、 初の F リーグ開幕戦で ASV ペスカドーラ、町田と対戦し、4から4で引き分けた。9月6日に F リーグ参戦の初、北海道ホーム開幕戦で、バサジイオイタを5の3で下しホーム開幕戦を勝利で飾った。2011年12月16日は、元サッカー、日本代表で、 横浜 FC 所属の三浦和義が F リーグ参戦することが決定した。2012年1月15日、第23節府中アスレティック FC 戦にスポット出場した。4月2日に一般社団法人エスポラーダ北海道スポーツクラブを設立した。2018年1月18日、F リーグが2018から2019シーズンから二部制を 導入するにあたって新設される F リーグディビジョン1へ参加することが決定した。2019年12月6日、チーム創設から12年間引いた小野寺隆彦の監督退任を発表。翌年2020年4月1日、クラブ OB であり F リーグ選抜の監督も務めた金井和也の監督就任を発表した。2021から22シーズンホームゲームを 開催するアリーナは、北海北エール、札幌市、三方もつ体育館、湿原の風アリーナ釧路、旭川大雪アリーナ、小樽市総合体育館、苫小牧市総合体育館、函館アリーナ、北ガスアリーナ札幌46の会場で開催。2009年7月13日に、全道、約2000校の小学校と中学校に、キャラクターデザインの募集を15日に開始を発表。 12月7日に一般投票が行われた。F リーグ2009最終節で投票結果により決定した。2010年9月にオフィシャルキャラクターの名前を北海道民の公募により F リーグ2010第25節で名前を発表。ABCD 日本フットサルリーグフットサル中期ビジョンと2018-2019シーズン以降の取り組みについて 日本フットサルリーグ、http コロンスラッシュスラッシュ www.fleague.jp スラッシュニューススラッシュ。p イコール41102018年2月11日、閲覧。abcd クラブについて、エスポラーダ北海道オフィシャルサイト、2015年1月21日閲覧。4月19日チーム発表イベントが行われました。 エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。北海道フットサルリーグファーストステージ第一節、VSD、C アサヒカ FC エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。チーム名、エスプルダ北海道に決定。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。F リーグセントラル。 北海道開催会場イベント情報エスポラーダ、北海道2017年10月21日閲覧。第9回北海道フットサルリーグファーストステージ、全勝優勝エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。北海道フットサルリーグ2008優勝決定、エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。 第9回フットサル地域チャンピオンズリーグ優勝。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。2009エスポラーダ北海道新体制発表記者、会見。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。F リーグ2009第一節試合結果。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。 F リーグ2009第3節試合結果。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。横浜 FC、三浦和義選手 F リーグ参戦決定。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。F リーグ2011第23節試合結果。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。 小野寺隆彦監督退任のお知らせニュース、エスポラーダ北海道エスプルダ北海道、オフィシャルサイト、www.espolada.com2020 年4月25日閲覧、金井和也氏監督就任のお知らせ、ニュースエスポラーダ北海道エスプルダ北海道、オフィシャルサイト、ww.espolada.com 2020年4月25日閲覧。ABCDEFGH ホーム会場。エスポラーダ北海道オフィシャルサイト。2015年1月21日閲覧。エスポラーダ北海道オフィシャルキャラクター募集開始。エスポラーダ北海道2017年10月21日閲覧。オフィシャルキャラクターデザイン一般投票開始。 エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。オフィシャルキャラクターデザイン投票結果発表表彰式。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。キャラクター名募集のお知らせ。エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。オフィシャルキャラクター、リスポ初登場。 エスポラーダ北海道2017年10月21日、閲覧。ありがとうございます。